天ぷらそばのつらいとこ。ちゃんとしたそば屋の天ぷらそばもおいしいが、立ち食いそば屋の天ぷらそばもおいしい。普通のそば屋の天ぷらそばと立ち食いそば屋の天ぷらそばは様々に違う。前者の天ぷらはエビ天であり、後者の天ぷらはかき揚げである。前者の天ぷらそばは必ず座って食べなければならないし、後者の天ぷらそばは必ず立って食べなければならない。これをあべこべにして食べるにはかなりの勇気を必要とする。普通のそば屋でたった一人立って食べるにはそれなりの覚悟が必要だし、立ち食いそば屋でたった一人あぐらをかいて座り込んで食べるにはそれなりの決意がいる。そしてまた、立ち食いそば屋のかき揚げは世間一般のかき揚げとは大いに違う。世間一般のかき揚げの衣は具を接着するのをその役目としている。立ち食いそば屋の衣も何かを接着しようという意思はあるのだが、その相手がいない。いや、いることはいるのだが、あまりに微量で、接着というより埋没といった方がいいくらいの量なのである。そこで衣は接着の役目を果たしつつも、実はかき揚げ本体でもあるという矛盾した運命も背負わされて、そばの上に乗せられるのである。つまりかき揚げの全域が衣なのだ。かき揚げと称してはいるが、実は衣揚げなのだ。天ぷら界の衣は得てして非難の対象として取り上げられることが多いが、この立ち食いそば屋のかき揚げの衣に限ってはそういうことはない。むしろ称賛の対象とさえなっている。立ち食いそば屋で天ぷらそばを注文すると、店員は丼に温めたそばを入れ、その上にかき揚げをのせ、その上から熱いつゆを注ぐ。これをカウンターに置く。客はこれにまずネギを入れ、それから七味を振りかける。ここからが大切なところである。これをするかしないかで、天ぷらそばの味わいに大きな差が出る。すなわち、かき揚げの手前のところに端をあてがい、押し付けていって、つまり沈めていって、かき揚げとそばの位置を上下逆転させるのである。このことによって、4つの化学変化が起きる。1、かき揚げが温まる。2、かき揚げが柔らかくなる。3、かき揚げがつゆを吸い込む。4、かき揚げから揚げ油が出ていく。この程度の変化を化学変化と言っていいのかどうかよくわからないが、そう言いたいほどの変化が起きることは確かだ。この上下逆転を行うことによって、かき揚げは姿を消し、しばしの別れをすることになる。この時、かき揚げに一言、あとでね、と声をかけてあげている人もいる。いないって。とりあえずそばを一口、つゆを一口。この時のつゆはまだかき揚げの油の影響も少なく、成長の気配を見せている。一口二口と食べていくうちに、そこに沈んだかき揚げから油の放出が始まる。油がつゆの表面に少しずつ浮上してくる。この辺の状況は潜水艦の沈没に似ているという人もいる。つゆが次第に油っぽくなっていく。それを見定めて、ここで上下の再逆転を行う。沈んでいたかき揚げが浮上して姿を現す。最初、なんとなく頑なな態度を見せていたかき揚げが、丼の底で苦労を味わったせいであろうか、すっかり打ち解け、腰も低く、打って変わって柔らかくなっている。苦労が彼を一回り柔らかくしたのだ。周辺のつゆは一層脂っこくなっている。このつゆをここで一口味わう。最初の成長のスープと、この脂まみれの濃厚スープという
2タイプのスープを一つの丼で味わうことができたわけだ。浮上したかき揚げはしばらくすると柔らかくなりすぎて全身がボロボロになってくる。苦労をしすぎたのかもしれない。このボロボロがうまい。ボロボロは次第にトロトロになり、ふわふわになってもろもろになる。このもろもろがうまい。このもろもろをそばとつゆと一緒にすすり込むとうまい。天ぷら油を吸った小麦粉の塊がさらにそばのつゆを吸い込んだおいしさ。一度かき揚げに吸い込まれた天ぷら油がかき揚げの味を含んで脱出し、つゆと合体し、油を含んだ小麦粉の塊と合体したおいしさ。ある時はたぬきそばの味に似て、またある時は鍋焼きうどんの味にも似る。厚く濃く柔らかい。厚くうまくしばし甲骨となる。もろもろの間を塗って、時々紅生姜や桜エビや玉ねぎの味もかすかにする。そうだ、君たちもいたのだ。もろもろはさらに再変化し、この辺りの状況はたぬきそばの状況に非常によく似ている。考えてみればかき揚げと称してはいるが、実はタヌキをつなげて固めたものだったのだ。タヌキがかき揚げに化けていたのだ。それでもいい、おいしいから許す。ふにゃふにゃのそばだかうどんだかわからないようなそばも許す。そばだって何も主張しません。ただ柔らかいだけです。もろもろとつゆの間を、皆さんのお邪魔にならないよう、当たり障りなく、ご迷惑かけないようにかいくぐっていますから、早いとこ飲み込んじゃってくださいと腰低くへり下っているのだ。許してやるより他ないではないかと、このようにして最後の一滴までつゆを飲み干して天ぷらそばを食べ終えたことにしよう。立ち食いそば屋の天ぷらそばはこの後に少々問題が残る。口の周りの油の問題である。最後のそばをズズッとすすり込み、最後のつゆをぐぐっと飲み込んで、丼をカウンターにトンと置く。トンと置いたらすぐに出ていかなければならないのが立ち食いそばの決まりだ。のれんをくぐって外へ出ると、そこは途端に世間だ。口の周りをかき揚げの油でテカテカさせたまま世間に出ていかなければいけない。ここのところが天ぷらそばのつらいところだ。